こんにちは、P です。バイオハザード RE4。17回目です。今回は、前回ね、この水の広間で戦闘した後なんですけど、ここにね、足場を3つ出現させて奥に行きます。はい。1つ目はね、私、レオンがね、操作できます。ただね、残り2つは、アシュリーに操作してもらわなくちゃなんですけど、アシュリーがね、一段高いところ、を移動しながら操作してくれるんですけど、レオンはね、下で補助します。出てかれちゃうからね。はい。はい。まずね、じゃあ一つ目の足場を出します。この1個、これ2個目ですね。それと、もう1個、ここにあります。もうね、しっかり全部の敵をやっつけちゃった方が安全かな。かなりね、弾必要です。まあもちろん、エイム力に依存はすると思いますけどね。はい。まずね、4人出ます。外れるなら、いや。はい。あと2人ですね。この2人、4人もね、倒すまでは追加は出ません。と思います。今のところはね。はい。で、ちょっとリロードしてないの。リロードしたらこの人。この人はね、届くのね、ヘッドショットがね。やばいです。あんまりやっちゃう、遠いと思うから。ん？やばい。2人やったわ。やばいな。当たらない。いい加減にしてくれ。どこ？よし。ダムいるね。多分そろそろ下も来そうだよね。あれ来ないか。やばいね。あれ来ないな。やばい。やばいです。止まらないです。ないなぁ。なんか音がしてる。大丈夫。どう？大丈夫かな。はい、やった。来て来て。おい、こう、はい。だいぶ弾が使いましたけどね。はい。これしっかり倒した方がここは安全ですよね。はい、弾を回収します。サブマシンガンばっかりか。ここにいるね。大丈夫か。でもまあまあかな。ねえ、どっかだいぶ使いましたけどね。はい、では行きます。行きます。ちょっと変な日本語になってます。は
これね、ちょっと一度私来ましたんで、やっぱりね、弾かなり使うからね、ここ後でリシュマラスルに開けずに、次のね、セーブポイントまで行きたいと思います。後でね、リシュマラしてね。ああいうね、やっぱり素材の運でね、豊富さがだいぶかかってきちゃうからね。はい。もう一回我慢して、最初に行きます。ここまではね、戻ってこれます。ちょっと気になりますね、足にね。この辺りか。大丈夫か？平気よ。でも私のことなんかより我が身を案じたまえ。哀れな子羊よ。慎め我が子よ。アシュリー。で、ここでチャプターエンドになるわけですね。一応セーブしておきます。ここまでね、確かに来たんですけどね。マイクの音が入ってなかった。 ちょっと進みます。セーブもう一回できるところまで行きます。HQ、 まずいことになった。城に避難したが、ターゲットと分断された。HQ、 おい、どうした？くそ、どうなってる？チャプター8です。これ何かあるのか、ちょっと何も今はないんですよ。ないのね、ほら。何かあるのかな？あるよね、この意味が。今のとこ何もないみたいです。よくね、オリジナルだと、これまだ開けずに、こういうところにね、下側に宝石がついてたりするんですよね。ついてませんですけどね。はい、これ、フィーリングと多分進行なんだと思います。はい、そうだよね、こっちだからね。あ、走り、ここにいるの？この近く？わー。はい、でもね、今回は、ね、だいぶ、さっきの水の広間。これね、苦労したからね、ここね。今回はここ行って一旦セーブしたいと思います。その前にね、ちょっと、購入？何か増えた？あ、ボディーアーモアだって。何これ？これオリジナルもありましたよね。射撃や爆発のダメージを完全に防ぐ。ノーダメージになる？近接攻撃のダメージを軽減。これ必須だよね。まあ、体温、あ、車使ってないのか。あ、何も取ってないよね。はい。ちょっとアーマーはね、後で調べて、買おうか考えたいと思います。あ、弾が、ないね。まあ、ハンドガンはかなり、ハンドガンかな。じゃあ、ここで一回セーブいたします。ここですね。待って、武器をね、どこにしたの？あ、はい。じゃあね、ここで一旦セーブいたします。はい、じゃあね、今回はここで、終わりたいと思います。次回ね、アッシュリーと合流するっていうタイトルなんですか？ちょっと待ってください。あ、そうですね。はい。また頑張ります。はい。じゃあまたです。バイバーイ。